ソックス9から4レンジャーズ現地時間8月13日、フェンウェイパーク、レッドソックスの吉田忠尚外野手、31が13日、日時間14日、4どころ地でのレンジャーズ戦に、2番、指名打者でフル出場。安打と2四球で3出塁2得点をマークし、チームの連勝に貢献した。初回の第1打席は1シム走者で、レンジャーズの先発右腕、ウレーニャと対戦。初球の 97.5 マイル、約157キロ直球が、右上腕部を直撃したが、大事には至らず四球で出塁した。2死後、4番リバースが、グリーンモンスター、左翼の巨大フェンス直撃の二塁打を放つと、吉田は一塁から激走。相手の中継プレーが乱れる間に先制ホームに滑り込み、チームメイトと笑顔でハイタッチを交わした。2シム走者だった3回の第2打席は、2ストライク後の 96.9 マイル、約156キロ直球をフルスイング。今度は自らグリーンモンスターを直撃する打球速度 99.8 マイル、約167キロ、飛距離358フィート、約109メートルの痛烈な打球を放ったが、相手左翼手の素早いクッションボールに処理に阻まれ二塁でタッチアウトとなった。1点リードで迎えた5回の第3打席は、一死に三塁の好機で冷静にボール球を見送り、四球で出塁。3打席連続出塁をマークし、その後5番、ウォンの11号を3ランで4点目となるホームを踏んだ。7回の第4打席は2ゴロに倒れ、この日は2打数1安打、2四球2得点の打撃結果。今季の打率は276、オプスは755となった。レッドソックスは先制、中押し、ダメ押しと理想的に得点を重ねレンジャーズに2連勝。今季通算63勝55敗で貯金は再び8となった。